ニコラ・グルノンはフランスの初期ルネサンス音楽の作曲家。当時のすべての主要な音楽形式で作曲しており、当時の作曲家には異例の長寿に恵まれ、14世紀の末に作曲技法を身につけたにもかかわらず、ルネサンス音楽の作曲様式が形成される時期にその実践に取り組んだ。ブルゴーニュ学派の一員に数えられることもある。 はじめパリのノートルダム大聖堂に勤めるが、兄弟の死に際して、セイセピルクル教会に、司教座聖堂参事会員として転出。同教会で昇進を遂げて、パリを去り、1403年にラオンに、1408年にカンブレーに移動。1409年にベリー校の宮廷礼拝堂における、少年聖火隊員の指導者の職を得て、ブールジュで、 少年聖火隊員の音楽教師と世話人を受け持つ。1412年に、ウルゴーニコージャンの宮廷音楽家として、活動を開始。1419年に、カンブレイに戻り、1425年から1427年まで、ローマで、ローマ教皇マルティノス五世の下教皇庁の少年聖火隊の指導者を務めた。カンブレイに引退後も、1440年代に、 ギオーム・デュファイと共に、同地の大聖堂のポリフォニックな宗教曲の改訂に携わった。カンブレーにて死去。グルノンの作品は、中世音楽とルネサンス音楽の両方の側面を呈している。グルノンの世俗音楽は至って東西風であり、バラードやビルレー、ロンドンに曲付けされている。すべての作品が三世体であり、主旋律は常に最上西部に置かれている。 グルノンのモテットは厳格なイソリズムが常にすべての西部に使われる点において異例である。いくつかの点においてデュファイのモテットに似ていなくもないがイソリズムの原理の厳格さは別である。対立教皇ヨハネス23世を称賛しているために1414 14年まで年代をたどることのできるモテットがあり、おそらくこれはコンスタンツ公会議の開会に呼応しているのだろう。 グルノンはいくつかのミサ曲を作曲したが、いずれも断章である。ありがとうございます。